ーショップモスモト井上です。今回は BSS 水野プロ軟式のファーストミット 5D の TK モデル限定新商品をご紹介していきたいと思います。えー、軟式のですね、5D モデル。ちょっとですね、入荷が、ね、してなかったので、やっとで入荷してきました。えー、5D モデルですね、えー 昨年と比べて今年全然、えー、もう 5D っていう形でおっしゃる方も多くなってきたモデルとなっております。で、5D の軽く特徴なんですけども、まあ、上を締めて、そして下を緩めてっていう形で、そしてこちらの後ろにはクッション、パッドがございます。こちら上の締めることでこうですね、少し緩めず、 しっかりりととフィットさせるという形となりますそしてこちらの下、緩めることで手首の自由を利かせるという形ですえそして、ですねこちら 5D だけではなくて、えー、ちょっと見づらいんですけれどもフィンガーコアテクノロジー搭載となっておりますこちらによってですね、えー、肩のへたりそして、えー、耐久性こちらの方をアップしておりますへたり防止そして耐久性そして、えー、グラブにですね、えー、すいませんミッドに ボールに負けないぐミッドが、えすいいません。ボールに負けないようなですね、えー、加工を、ね、しておりますそして、えー、軟式にあるこちら D ロール加工しておりますこっち親指の付け根の辺ですねあることでこちら耐久性アップっていう形となりますそしてさらにですね、こちら銀杏エリート R レザー使用しておりますので、えーまあ、軟式に求められるしなやかさやわらかさなじみやすさ えー、ございます。さらにですね、えー、しっかり感も、えー、ございますので、えー、いい状態を長く保つことができます。で、さらにですね、しっとり感ありますので、しっかりとボールを掴んだら逃がさないような効果もですね、えー、ございます。えー、なので、間違いないレザー、そして、えー、全然ですね、公式でも使えそうな、えー、レザーですので、安心してお使いできるかなと思います。そして、こちらのモデル、TK モデルなので、水、え、野、ー、の,の ナンバーワン人気と、まあ、一番人気ですねと言っても過言ではないこちらのモデルキャッチングエリアが広めですねそしてボックス型が特徴となっておりますしっかりに握れるという形ですねで大きさとしてはですね、えー、スタンダードという形でオーソドックスという形で書いてはいるんですけども間違いない大きさのそして深さ まあ深めなんですけれども、えー、深さのモデルとなっておりますので、安心してお使いできるかなと思います。なので、えー、かっこよくこちらのモデルできてきましたので、ぜひですね、えー、気になる方は付けていただき、気に入りましたら使っていただければなと思います。ではこちら以上です。ありがとうございました。